アメリカ大使館の活動で、世界各国で投資家を開発に立ち上がりました。また、不当分野、優勢との設立で、アイキサンドの新活動に努めています。2002年にはアメリカ海外横須賀基地の工事にて、大人気アイキサンドの事業を開始で、現在に至っております。